はい、今回はね、MF ゴーストのお話をしていこうかなと思います。今回、作画についてのお話ですね。二つの観点で拾っていこうかなと思うんですけれども、まず漫画原作と、そして10月から始まるアニメの方ですね。イニシャル D の後継作である MF ゴーストですが、そもそも作画に関しては特徴的なのがまあ印象的かなと思います。ただ母体である原作、イニシャル D から MF ゴーストの絵の変化だったりとか、イニシャル D において長期作でアニメの制作もまちまちだからこそ様々な意見があるかなと思います。そんな MF ゴースト並びイニシャル D の作画をテーマに語っていこうかなと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか、作画についてこの時期が良かったとか、もしくはこういう変化があるんじゃないかなどあればコメントでお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考日励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。まずは漫画原作の方ですね。こちら、作者の方皆さんご存知の通り重野秀一先生なんですけれども、1983年にバリバリ伝説を発表し漫画家としてデビューしております。このバリバリ伝説が講談社漫画賞の少年部門を受賞したことで一躍こう名前が知られるようになったんですけれども、そして1995年に週刊ヤングマガジンでイニシャル D の連載を始め漫画家として大ブレイクしたかなと思います。もちろんね、バリバリ伝説もめちゃくちゃ面白いんですけれども、このバリバリ伝説からイニシャル D においても作画の変化っていうのはあるかなと思います。数多くの漫画家さんがね、たくさんおられると思うんですけれども、やっぱりね、この当時の作品だったりとかその他の作品もあるんですけれども、連載当初の漫画から比べると徐々にこう変化していくっていうのはよくあることですよね。で、最終的にこの作画で落ち着くという感じです。で、重野秀一先生のこの特徴的な絵っていうのはバリバリ伝説からあるんですけれども、イニシャル D においても継承されていて、その軸がある中で変化しているなという感じです。その後イニシャル D が完結してから、短編集であるね、シュアブレイクがあって、でその後連載で高嶺の花とセーラーエースがあります。これらをね、マガジン系列の雑誌で発表して2017年に漫画のね、 MF ゴーストが連載スタートとなっております。そして現在に至っているんですよね。先ほども触れた通り、独特な作風っていうのは一貫して変化はないんですけれども、大きく作画が変化したのはやっぱり高嶺の花から MF ゴーストの間だと思うんですよね。高嶺の花とかもうイニシャル D に関してはこの重野先生の絵ってこういう感じっていうのがあったんですけれども、その後から MF ゴーストであれ、なんか作画全然違うね、変わったねって言われるのがきっかけかなと思います。過去の動画でも触れていますが、その間に重野秀一先生に大きな出来事があったのが、奥様の他界なんですよね。同じく漫画家であった早見翼さんなんですけれども、早見翼さんがお亡くなりになられてから、その後の作品が MF ゴーストとなっております。MF ゴーストに関しても重野先生の絵っていう雰囲気だったりとか、カット割りだったりとか、いろんなところはね、同じのものがあるんですけれども、特に注目してもらいたいのが背景とかありますよね。実写を加工している背景なんですよね。もともとね、実際のベースとなっている場所があるからこそこういう使い方ができるとは思うんですけれども、特に人物的な部分でいうと印象的なのは目元かなと思います。そういう部分、いろんな変化を感じるかなと思います。で、車関係の作画っていうのもそこまで大きく変化していると思いませんし、むしろどんどんこう進化しているような気がします。バリバリ伝説から始まって MF ゴーストまでの経緯をつなげていくと、こういう車関係、メカ関係っていうのは結構どんどん進化しております。ただこれ、人間を描くところに関しては MF ゴーストやっぱ若干違和感を覚える人たくさんおられるかなと思います。これについては明確な理由はもちろん語られていないんですけれども、いくつかの説があって、奥さんが他界されたことによるこう精神的な変化だったりとかあるかもしれません。もう一点なんですけれども、やっぱ重野先生が描きたかった作品というところもあるのかなと思います。高嶺の花、セーラーエースってい こう青春的な部分だったりとか、もしくは女性キャラがメインとしたテーマの、作品というのは結構強かったと思うんですけれども、重野先生の、こう精神的な部分とか、過去の動画でも紹介しておりますけれども、やはり描きたかったのはこういう女性が絡んでくるエピソードだと思うんですよね。で、この描きたいという色が MF ゴーストにもつながっていて、今の作風になっているんではないかなという要素が一番やっぱ強いかなと思います。MF ゴースト自体がね、正直恋愛ドラマ的な部分すごい多いと思うんですよね。イニシャル D っていうのは特にね、やっぱプロジェクト D までの間っていうのは人間模様だったりとか青春の様子っていうのが描かれていたんですけれども、その後プロジェクト D ではほぼ車のね、演出っていうのが多かったかなと思います。ヤンマガをね、当時読んでいた時っていうのはもう車がね、走って終わりってことが結構多かったと思うんですよね。ただ今回 MF ゴーストっていうのはやっぱ連載で見ていると思うことがよくあるんですけれども、人間的なこうドラマっていうのが多くて、あくまでこうドライバー的な部分だったりとか、車っていう部分のこの比率ってところがちょっとね、人間寄りになってるかなと思います。こういうね、作風の様子だったりとか、重野先生の心の変化だったりとか、いろんなところがあるとは思うんですけれども、個人的にはそこまで気にならないんですけれども、一部ではいろんな説があったりとか、作が変わったらね、作風違うよねってことが言われているのが、この要素かなと思います。
ではこれらを踏まえてアニメですね、こちら2023年秋から放送で、9月1日にはもうね初回のね劇場でのこう先行上映っていうのもあるんですけれども、まあ、アニメのキービジュアルだったりとか本編の PV 映像ってもうすでに公開されていますよね。まあ、これかなりクオリティ高く感じるんですけれども、まあ、人物的な部分、特に女性、まあ、西園寺蓮だったりとか、すべてのキャラが原作の雰囲気を崩さない感じでブラッシュアップされて綺麗になっている印象が特にあるかなと思います。まあ、昨今のアニメのクオリティや綺麗さを考えると、これほどねこう原作を再現してギリギリのところまで攻めているっていうのはなかなか少ないんじゃないかなと思います。加えて声優陣もかなり豪華ですよね。第一陣で活躍されている方が目白押しとなっていて、まあ、レジェンド級の方もそうですが、このあたりも作品の幅をね何倍にも広げてくれる要素の一つかなと思います。まあ、今回ねカナタのね声優する内田雄馬さんもねもう今抜群に活躍されている方ですし、西園寺蓮役、まあ、ヒロイン役をされているのもアヤネルですね、さくらあやねさんだったりとか、あとミハイル・ベッケンバウアーとかね神谷さんだったりとかね、もう挙げればキリはないですし、もっとすごいレジェンドの方はおられるんですけれども、加えてね当初のイニシャル D のキャラが続投するっていう、本当ねこう声優陣っていうのもかなりバリエーションも高いかなと思います。なのでこの綺麗な映像とともにアニメーション化されて原作をしっかり再現しながら声優でもっとパワーアップしているのが現在のね MF ゴーストのアニメでわかることかなと思います。まあ、これがどういう結果を生むのかってところなんですけれども、まあ、イニシャル D を知らない世代だったりとか、もしくは作画に抵抗があった、まあ、読者視聴者に関しても広く注目されるのかなと思います。なので原作は読んでないけどアニメは見ているよっていう人が増えるんじゃないかなと個人的にはもう思っております。そして一番気になって、まあ、どうなるのかっていうのが車なんですよね。こちらイニシャル D のファーストステージの方ですね、1998年となっております。もうかなり前の作品ですよね。ただこの当時っていうのは CG を多用した再現で、当時も爆発的人気だったんですけれども、ある意味アニメ史に歴史を刻んだ作品かなと思います。その後 CG 技術っていうのは進化したりとか、もしくは簡略化したりとか、簡単できるようになった世界ではあると思うんですけれども、アニメ完結のまでの中でだいたいこう中盤ですよね、サードステージの劇場版以降かなと思うんですけども、特にファイナルあたりまでの間です。フォース、フィフス、ファイナルですね、この辺のヌルヌル感っていうのがやっぱ最高峰になっていると称賛されているんですよね。あの再現を期待しているということがかなり声が大きいなと思います。ただ PV を見ていただけた方とか、もしくは往年のねイニシャル D ファンの方から言うと、どちらかというと新劇場版であるイニシャル D の3部作に近い印象を受けるかなと思います。まあ、キャストも一新して最初のね物語をね語っていくものなんですけれども、この車の描写にかなり似てるかなと思います。まあ、今回アニメーションそして CG を担当するのはフェリックスフィルムさんというところなんですけれども、まあ、フェリックスフィルムっていうのは 3DCD アニメーション制作会社となっております。現在でもね数多くのアニメーションの中で CG 部分を関係されている、まあ、大御所の会社さんですね。実はこの会社さんは新劇場版であるイニシャル D 3部作を担当している会社なんですよね。つまり新劇場版のアニメーションのあの作風、車の作風ってところが MF ゴーストには完全に継承されているということとなります。加えてね、こうフィフスだったりとかファイナルっていうのは制作はウェッジリンクさんなんですけれども、で別でね CG を担当している方っていうのが多いんですけれども、この当時の CG 監督さんは安田さんだったりとかね、 3D 制作は木戸さんだったりとか、まあ、小学館ミュージックデジタルエンターテイメントの人たちがやっていることとなります。なのであの最後のねヌルヌルの作画っていうのは CG 界で も大御所の大御所さんがやられていたということとなります。こんな感じで制作陣側の設定っていうのも明らかとなっているんですよね。でこの MF ゴーストどうなるのかってところなんですけれども、この人間描写ってところがしっかりね原作そのままで、しかも皆さんに触れやすいところの作風になってるっていうのはかなりプラスなんじゃないかなと個人的にも思っております。まあ、いずれにせよね令和の時代としてイニシャル D の後継 MF ゴーストはまた新たな歴史を刻む予感があるかなと思います。でもこれを踏まえるとやっぱイニシャル D をねもう一度やってほしい。まあレジェンドの方がねあったんですけれども、もう一度ベースをね最初のもので声優陣も同じものでやってほしいという意見はおそらく私だけではないかなと思います。別にレジェンドが悪かったというわけではないんですけれども、やっぱり見てみたいなと。まあ、レジェンドに関しては最初のストーリーだけですし、あのセカンド、サード、フォース、ファイナルまでね全てね何かしらの形でリメイク等されるのを非常に願いたいかなと思います。ぜひ皆さんのねこちら MF ゴーストもしくはイニシャル D、 これまでのアニメーションに関してだったりとか気になる点など感想だったりとかあればコメントお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。